ットジョイですね、インコンポートを開いてラウンドしたいと思ってます。日本大学のゴルフでちょっと防水機能しっかりしてるから足に結構くる感じしないしないですよね、柔らかさがね。おはようございます。おはようございます。来ましたね。来ましたね、はいはい、前回のイーコンフォート、はい、フライングして入っちゃってます、はい、あ、本当ですか。早いですね。早いですはい、で今回あの前回動画でも見てもらったと思うんですが、インコンフォートを履いてフットジョイのですね、インコンフォートを履いてラウンドしたいと思ってます。で今回さらにあの DNA と、はい、もう一つエンパワー、はい、エンパワーもですね持ってきていただいたので、はい、その2つも履いて後半ラウンドしたいと思います。簡単な自己紹介、はい、女子プロの担当してます頼藤彩と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頼藤さんは、はい、ちなみにゴルフ歴はどれぐらいなんですか？ゴルフ歴はですね、12歳くらいからやってるんで11年ぐらいですかね。はい、小6ぐらいです。中1とか。おー、はい、すごいですね、はい、でちなみにベッドは置いてしまうのが68年。やばいこれちょっと塩田さんとリサちゃんに匹敵する抜群のうまさですよ。ゴルフ部ですよね、はい、入ってました。体育会、体育会系の、はい、これはすごいですよ。リンゴルフに新たなすごい女子が現れました。皆さん、今後期待ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあラウンドを開始します。行ってきます。行ってきます。今日は、イーコンフォートを先に履いちゃいます。ウェアはキャロウェイアパレルで、ドットのスカートに、ピンクのちょっと首がここくらい隠れるネックのやつで合わせてみました。この靴はね、何でも合います。何でも合うのでウェア選ばずです。皆さんもぜひコーディネートも楽しんでみてください。なんと江南初雨なんですが、このしっかり柱があるんで、普段のこう雨よけカバーより超屋根状態、超これだったらなんかこういちいちこう引っかかるんですけど、引っかかりがなくていいですね。お願いします。お願いします。あ、頑張れ。おいしょ。大丈夫。すごい、よかった。大丈夫です。早く落ちろ。あ、でも早めに落ちたんで、はい、問題全くない。セカンド、ちょっとね、まだ雨上がりなんで下が緩い。ちょっとあれ、ちょっと最近にしてはいいスタートを切れそうだぞ。頼藤さんは、はい、なんかこうゴルフ部っていろいろあるじゃないですか、はい、何大学のゴルフ部だか、日本大学のゴルフ部でちょっとガチガチですね。ガチガチでやってました。ってことはもうキャリーバッグ担いで、はい、担いで十何キロぐらいあるのを3日間4日間行ってみたいな、1週間ぐらいやってました、ね、今担げって言われたらもう もうしんどいですね無理ですね。いや、今日も割とこう雨上がりで、はい、びしょびしょなんですけど、はい、フットジョイの靴全然やっぱこう、はい、防水機能もしっかりしてるから、ね、全然シミ結構くる感じしないしないですよね。エンパワーも防水なんですね、はい、防水です。そこにあってみんなに見せたいと思う。はい、めっちゃ辛い。ああ短い。
なボールやね。うん、ナイスショー。完璧です。ありがとうございます。私もそのなんかそういうドローを打ちたかったんですけど。プッチャリすればさ。どうですか、履いてみて。はい。あのもう結構3、4ラウンド履いちゃって。あ、もうそう履いてるんですね。で、最初、はい、1ラウンド目の時、はい、結構やっぱ狭め、狭めっていうかの、はい、幅が狭い方を選んだので、はい、右足だけあちょっと小指当たるなと思ってたんですけど、はい、もう2ラウンド、3ラウンド目ぐらいにしっかり馴染んでて、はい、あ、本当ですか。もう全く痛みもないし、はい、なんかもう、よかったです。靴ずれももちろん、靴ずれもでしたもんね。もちろんなく、はい、でね、そのラウンドの時に、はいはい、すっごい靴ずれしてる女子がいて。いたんですか。はい、すぐ進めました。ありがとうございます。今すぐフットに営業ですね。いや本当に、うん、ゴルフしばらくやめるかフットジョイ履くかどっちがいいって聞いたら、はい、フットジョイ履く。履く。リポットの前に。あーやばい、ストップ。あ、いいかも。あ、止まったかな。手前に。早いですね、今日起き上がりが。あの幅のね話したんですけど、あのなんか本革なんでそれが馴染む理由らしいです。さらに他の靴に比べるとこの柔らかさがねあって、こう蹴り上げでクッとしっかり蹴り上げて柔らかいんで、あんま曲がんないとねこれぐらいで終わっちゃうんで、ここがいいですね。右出してる。あーあーやっちゃったやっちゃった。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。